皆さんお疲れ様です。FM アーキチャットの中村てと森谷です。よろしくお願いよろししくまお願す。いします。はい、ということで、今回なんですけど、事業シリーズ第2弾、一級建築士の資格とはというテーマでね、ちょっと資料を作ってきたので、建築学科ってどんなこと学ぶのっていう授業と、まあ、同じような感じでね、一級建築士の資格ってどんな資格なのっていうのをね、伝えできればいいかなというふうに思っております。いいですね。なんかまあ、漠然と一級取んなきゃみたいな、最初思いますけど、でも一体それ何のために取って、それはどうやって生きるのかみたいなところは、なんか、一切全体像を知らないパターン多いかも。そうなんですよ。私たちの頃は一応大学を卒業して、実務経験を積んでから受験資格がもらえて初めて受験できるっていう感じだったんですけど、いつだ3年ぐらい前に変わって、ね、変わりまし大たね。学卒業すると試験が受けれるようになるんですよね、とりあえず。ただ免許がもらえるのは実務経験を積んでからっていう形になるので、なんか大学院生でも受けれたりするっていうので、年々ね、合格者の年齢って下がってきてるんですよ。っていうのもあるんで、まあ学生のうちからね、まあ、将来必要になるであろう資格を意識しておくことって大事かなというふうに思うので、まあ一応私は一級建築士を持っている身として、すごい簡単に、まあ、お話ししていければいいかなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。ということでね、一級建築士になりたい君へというタイトルをちょっとつけてみました。で、まあ、伝えることは、建築士ってどんな資格なのっていうことになるんですけど、皆さん知ってる方もいるかと思うんですが、建築士の資格には3つあります。で、1つは木造建築士ってものと、2級建築士、それと1級建築士という資格があります。で、これの違いについては、まあ今学生さんであれば、設計できる建物の規模が違うんだなっていうくらい覚えとけばいいかなと思います。まあ戸建てとかであれば全然2級建築士でも建てれる。で、1級建築士になると、まあ、上限はないというところで、まあ、一級建築士取っちゃえば、まあ、仕事が来る来ないは別にして、もう何でもね、あなたの資格番号と名前で責任を持って建物を建てることができるという資格になっています。いやー、最強ですね、一級は。まあ一級は最強ですね。まあ建築士っていう資格の中では一級建築士がまあ一番上というかになってます。で、前回の建築学科とはどんな学科なのか、何を学ぶのかっていう授業で、いろんなことを学ぶ学科だよっていうお話で、関連資格ってすごいたくさんあるよっていうのをお話ししました。で、今回その復習なんですけど、建築士っていうものは資格の中でも独占業務権というも言われるものです。これは何が違うかっていうと、まあ、国家資格なんですけど、資格を持ってないとその業務をやっちゃいけないよっていうものになっています。それとはもう一つ、民間資格っていうのがあって、例えばで言うとインテリアコーディネーターとか、これはインテリアコーディネーターの資格を持ってないとインテリアコーディネーターの仕事をしてはいけないっていうことはなくて、まあ、誰でも資格なくてもインテリアの仕事はできますと。ただ、インテリアコーディネーターを持っていることによって、その信用を得るという肩書きという言われる資格っていう、まあ2パターンあって、建築士っていうのはもちろん、なんか信用を得るっていうのは付随的にあるかもしれないんですが、この独占業務権、もし持ってないとやっちゃいけないっていう資格になってますんで、まあ、そこは覚えておいてほしいなというふうに思います。その次に、建築士ってどういうことをする資格なのかなっていうのを、建築基準法の中に書いてあるんですけど、建築士っていうのはその建築司法っていう法律ですね、に基づく資格で、国土交通大臣または都道府県知事から免許の交付を受けて、建築物の設計及び工事管理等の業務を行う技術者の資格と。設計っていうのはね、イメージできると思うんですよ。で、この工事管理っていうのは何なんだっていうところで言うと、私たちは設計者として図面を書くじゃないですか。で、それをもとに、まあ、ゼネコンさんとかね、工務店さんが、工事をするわけなんですけど、その工事が図面通りにできてるかっていうのを設計者としてチェックするという業務があるんですね。工事管理っていうのはそのことを指します。施工管理とは違います。なんかよくあれですよね。サラカンとタケカンって言いますよね。そう、この管理の管の字がね、まあ、タケカンの管と、こっちはサラカンって言われる管理なんですけど、この私たちが一級建築士を取って設計者として業務をするものとしては、工事のサラの方の管理になっています。一個質問いいですか？はい。多分思う人いるなと思ったのは、その建築士と建築家ってどう違うんですか？簡単に言えば、建築士っていうのは資格なので、独占業務権、持ってないとやっちゃいけないよ。
建築家っていうのは、まあ、専門家であって、建築家って名乗らないと建築の仕事をやっちゃいけないとかではなくて、まあ、起業家みたいなものですよね。私は起業家だと思えば起業家だし、弁護士と法律家の違いだと思います。ね、なんかよくあの学生とかでも建築家って名刺に書いてるけど、人もいたりとかするなと思って、まあ、建築家っていうと大丈夫名乗れるけど、逆に建築士っていうのを資格を持ってないで名乗るのは NG っていう。NG です。それは。うん、多分そこが違いだなと、その違い大きかったな。うん、そうですね。なんで、まあ、言ってしまえば学生のうちから建築家って名乗ることはできますね。うんうん、まあ、今ざっくりとしたね、一級建築士というか、まあ、建築士ってどういうものっていうところをねお話ししたんですけど、どういう試験のスケジュールなのかっていうのをちょっと簡単に書いてみました。で、試験はですね、あの年に1回ありますと。ただ学科試験と製図試験っていうのが分かれてまして、学科試験っていうのは毎年7月、まあ、中旬ぐらいかなにあって、製図試験っていうのは10月にありますと。で、学科試験っていうのは勉強です。テストに回答するみたいな、マークシートでね。製図試験っていうのは実技ですね。あの課題が与えられて、プランを作って、自分で図面を書いて、コンセプトみたいな書いて提出するという、まあ、実技試験。まあ、皆さんね、あの学校で即日設計とかものとかやってたらちょっと違うんだけど、より実務的なんだけど、まあ、イメージとしてはそういう感じかなというのがあります。流れとしてはまず受験資格がもちろん必要になってきます。で、受験資格っていうのは、まあ、大学を卒業するとか、それはね後で3番の受験資格でお話ししようと思うんですけど、まあ、大学を卒業してまず学科試験を受けます。で、学科試験に合格したらですね、簡単に言うと3回製図試験は受けれます。なんで1回目2回目落ちて3回目合格でも OK です。3回落ちちゃうと、もう1回学科試験から受けないといけないっていうことですね。学科試験が通って3回は次の年の学科試験を受けなくていいという感じになってます。ただちょっとややこしいのが、5回中3回っていう風に書いてあるんですけど、これもあの変わってですね、あの今年忙しくて受けれないみたいな人も結構いるというのがあって、今年受けないっていうことになったら、その3回は使わなくていいとっていう制度に変わりました。なんで学科受かって、まあ、ちょっと今年10月忙しいからちょっと製図受けれないわって言って、もう飛ばして、でもう1回3回受けれると、まあ、5回のチャンスのうち3回受験できて受かれば免許がもらえるっていうイメージですね。で、受験申し込みが、4月1日から15ってことで、収録してる時点では5月なので、もう残念ながら終わってるんですけど、まあ、もしね大学院の方とか受けるっていう方もしかしたらいると思うんですけど、まあ、その方たちは受験申し込みがすでに終わっているという、まあ、スケジュール感になってます。いや、聞いていいですか、やっぱり、うん、この黒丸白丸のところもう一回聞きたい。あ、白丸は受けれないっつって飛ばしたっていうやつです、うんうん、はいはいはい、うん、で、黒丸は受験したってやつで、黒丸で受験して次の年飛ばして、うん、でもう一回受験して落ちちゃって、うん、でもう一、うん、回飛ばして最後5回目、はいはいはい、5年受かっても OK っていうことですね、うんうん、なるほど。で、3回連続で受けちゃうっていうこともできるんですけど、仮に落ちてももう一回学科からになっちゃうよっていう、うんうん、なるほど。いや、ここ特に働いてからなんでタイミング難しいですもんね。ちょうど仕事になって込んじゃうみたいな時に、うん、こう一回飛ばすみたいなのができるなと、なんかすごい、ああ変わったんだな。うん、そうなんですよ。まあ、より受けやすくなったというか、うん、その、うん、やっぱりね、働いてすぐの時って、あの自分で仕事のタイムスケジュールを組めなかったり、うん、結構上司にとか物件に左右されることって多いと思うんで、うん、まあそういったためというか、うん、っていう感じの制度に変わっていますと、うん、なるほど。ありがとうございます。はい。そしたら2つ目、合格者についてなんですけど、はい、昨年2023年令和5年の、うん、まあ、合格者、うん、まあ、こんなパーセンテージだよっていう感じです。いやー、正直。総合合格率 9.9% と、うんうん、いうとこで、まあ、10人受けたら1人受かると、まあ、100人受けたら10人受かるという感じのパーセンテージになっておりますが、10人に1人しか受かんないっていうとそうではなくて、まず学科試験と製図試験っていうのが分かれてて、で、学科試験っていうのは、合格者4500人ぐらいいて、で、受験
者が2万8000人かですね。で、合格率が 16.2%。で、この学科で合格した人は次の製図試験に進めるんですけど、一発で受かるっていうのはなかなかいなくて、まあ、もちろん受かる人もいますけどね、受かんないって人も多くて、そうなると次の年は去年学科受かってるみたいな製図だけ組みたいな人が受けるので、なんでまあ学科4500人受かってて次のね製図受験者1万人いるってことなんで、まあ、5500人ぐらいは非受験というか去年受けた、あの一昨年受けたみたいな人たちがいると。でその中で合格者が3400人ぐらい、だいたい合格率が 33.2% になってます。で、まあそれを総合すると 9.9% っていう感じなんで、まあ学科取っちゃえば、まあ合格率は3分の1というか、うん、っていう感覚ですね。これはなんか人によるかもしれないんですけど、中村哲さんとしては学科と生でどっちが大変とかありますか？でも私は学科は、うん、あの一発で受かっちゃったんで、うん、その大変だったって印象はあんまりないんですけど、うんうんうん、あの製図はすごい大変だった、でも、うん、楽しかった。あ、そう、うん、書くのがそもそも好きだったし、勉強なんだけど勉強じゃない、うん、書くのって楽しいし時間忘れるから、大変なのはもちろん圧倒的に製図なんだけど、うんうんうん、面白さもあった、苦じゃなかったっていう感じですかね、うんうん、なるほど。これよく聞くのはどんな感じですか、製図とそれぞれですかね。まあでも圧倒的に製図でびっくりする人多いですね。こんなやんないといけないんだ、うん、みたいな、うんうん、正直ね学科は、うん、あの勉強時間さえ確保できれば、うん、受かる人は受かるので、うんうんうん、逆に製図になると普段からね設計してない方とか、うんうんうん、5年受かんないとかもざらにいます、うん、いやなかなか、でもこう2段階あるっていうのがポイントですね。で去年は 9.9% は少ない方です、うん、合格率は、うん、まあ、ここ何年か見ると、まあ、大体8から 12% ぐらい、うん、10% 超える年もありますっていう感じですかね。まあでも狭きもんですが、それだけの価値があるみたいなところ。そうですね。はい、そしたら右上いきます。受験資格、まあ、これね学生のうち気にしといた方がいいことかなというふうに思いまして、受験するのにも資格が必要というか抑えるものが必要みたいなんですね。そうです、うん、受験資格を得るために3つあって、1つは学歴、これは大学を卒業するとか、短期大学を卒業するとかっていうものになってるんですけど、この学歴のね右に2つ書いてあって、入学が平成21年度以降と以前というのがあってですね、入学が平成21年度以前下の方ですね、この時は卒業すれば受けれたんですよ。ただ上の平成21年度以降、もちろん今学生の皆さんもそうですし、私たちはギリギリ上です、大学を卒業してしただけではダメで、指定科目を収めて卒業しないといけない、なんで単位をしっかり取って卒業しないといけないよというのに変わっていますと。単位によって2年3年4年って右に赤文字で書いてるんですけど、この赤文字が実務経験ですの数字です。なんでこれはパターンがいっぱいあるのでぜひ自分で調べてほしいんですけど、普通に大学を卒業して指定されてる単位を全て取って卒業すると実務経験は2年でいいと。まあインターンとか行ったら1年とかになったりする人もいる、大学によってはあると思うし、まあ大学じゃなくて短期大学とか高等専門学校とかの場合は実務経験が3年いるとか4年いるとか、そういうので分かれてきているので、これはちょっとね全てを話すととんでもない時間になってしまうので省略しますが、皆さんね気になる方はぜひ自分で調べてくださいと。それと学歴以外に一級建築士の受験資格を得る方法があって、丸2番の2級建築士になるということです。2級建築士にじゃなりました、そこから実務4年を経験すると1級建築士の受験資格が得られます。それと3つ目、まあ、建築設備士っていう資格を取って、これも同じく実務経験4年立つと受験資格がもらえると。その下にも書いてあるんですけど、合格と実務経験を経て免許がもらえるという流れになっています。でこれすごいねよく聞かれることでもあるので次に書いてるんですけど、建築に関する学歴なしの場合、まずですね建築全く関係のない、まあ、大学とか、まあ、高校卒業でもいいんですけど、それからですね一級建築士になるためにはまず実務経験7年を経て2級建築士を取得する必要がありますと。でそこから実務経験4年さっき言ったところですねをやって初めて1級建築士が得られるというところで、もしですねあの学歴なしで1級建築士になろうと思うと建築の仕事をして11年かかりますと。これが最短ですね。いやーなかなかですよね11年、うん、20歳としてはもう30過ぎちゃうみたいな。
そうですね。まあそこまでやっぱり大学入るみたいなのか、まあ、一番近道というか、うん、まあ一番こういいルートではありますよね、一番的には。そうですね。なんで大学、うん、短期大学、高等専門学校、専修学校の建築系のですね、ところで単位を取って卒業すると、まあ近道というか受験できるよっていうところですね、あとはちゃんとアンダーライン引いてありますが、指定科目を収めて卒業ですから、こうしっかり授業を受けて単位を取っていくみたいなのが大事みたいな、すごい大事です。大事ですね。いや、あとは僕転職組なんですけど、その1社目が設計事務所だったんで、そこで2年間の実務経験欲しいと思って、2年はいたんで在籍しようみたいな決めてましたね。で、まあ、それが終われば以上受験資格あるみたいな感じで区切りにしてますね。その就職する会社が一級試験築士事務所で登録されてるかどうかみたいなのは実務経験によるので、このそこの押さえてる会社かどうかみたいなのは就職前にちゃんと確認しておくのが大事かも、ね、そうですね。それは大事です、もちろん、その実務経験ってどんな会社でもいいわけではなくて、一級建築士事務所登録をしている会社であることはもちろんだし、その中でする仕事っていうのも、関わってきたりします。で、結構あるのは都市計画とかやってる事務所で実務経験が一級建築士に反映されないっていう会社もあるので、まあ、この受験資格のところはね、ぜひね、今大学生でまだ、一級建築士受験する前っていう方でも一度ね見ておくことをお勧めします。どういう単位が必要なのかなとかもそうですし、どういった会社が、設計事務所とかだったら大体ね大丈夫だと思うんですけど、一応自分で見ておくことをお勧めします。はい、そしたら4番目、科目、じゃあどういう試験なのかっていうところになってるんですが、まず学科試験、まあマークシートになってます。で、全部選択問題です。間違いはどれ、正解はどれってやつですね。で、これが5科目あります。125点満点です、今のところは変わらなければ、で、一番最初の計画、これ20点満点で、この計画っていうのは計画学と建築の歴史、日本建築史とか西洋建築史とかなんで、すごい幅広い分野です。2つ目、環境設備、前回の授業でもね言ったかもしれないんですけど、自然環境と建築の関係みたいなところ、太陽の動きとか、まあ、そういったところですね。とそれに関連して設備、換気とか照明とか給水下水とかか、環境設備っていう科目があります。で、3つ目、後期、これはなんと2時間半ある。いやー、これ一番後期が使ってですね、受験してて、この後期はですね、法令集を持ち込みしてもいいんですよ、なんで調べながら問題を解くんですけど、もちろんね法令集全部暗記するみたいなことはできないので、これが、まあ、30問あるんですけど2時間半という一番長い試験時間ですね。で、4番目に構造、これが30点あります。確か最初の8問ぐらいが構造計算ですね。で、残りの22問か3問ぐらいが知識を問う問題みたいな感じですね。5番目に施工が25点分ありまして、まあ、125点。で、ちょっと時間忘れちゃったけど、大体本当に朝から夕方までかかる感じです。丸1日ですよね。午前に計画環境かな。で、お昼挟んで放棄、構造施工かな。確か。なんで、本当に丸1日になった気がしますね。125点満点なんですけど、大体合格点は90点前後です。これもちろん毎年変わります。去年で言うと88点になったし、結構簡単だって年は97点みたいな時もありました。なんで、それは出来によっちゃうので書いてはないんですけど、だいたい90点前後ぐらいが合格点に設定されることが多いですね。で、学科を通ると、製図という試験になってくんですが、提出物としては1階平面図と配置図、まあ、敷地を書いて1階平面図を書くと、あと外構もっていう図面と、あと各階平面図、まあ、3階建てっていう指定があれば2階3階ですね。基準階っていう、例えばマンションみたいにフロアで同じプランが重なってるみたいな時もあるので、そういった時は基準階みたいな感じになるんですけど、だいたい平面図だけで3面3プラン書いて、それと断面図が1面、それと面積表、法律を守って設計をしないといけないので、面積表っていうのは大事なポイントなんですけど、計画の要点と言われてる、だいたいどう考えてあなたはこの建物を作ったんですかみたいな、なんでこの部屋はここにしたのみたいな、コンセプトというのかな、まあ、計画した要点みたいなところを A3 1枚にびっしり書きますと、文字でね。この図面っていうのは面積表までが1枚の図面なんだけど、だから A2 1枚と A3 1枚に提出するとっていう試験になっています。で、これは合格の基準とか本当に分かりません。全部減点方式ですか？分かりません。
多分そう。そこもなんですね。いや、限定方式ではあると思う。はい、うんうん、だから例えば、うんうん、重大な不適合っていうのがあって、うん、その放棄を間違えるものは、一発ランク4と言われるアウトっていう風になっちゃう、ね。うんうん、で、うんうん、そのハガキが送られてくるんだけど、合格の時に、うん、はい、ランク1から4まであるんですよ。で、4は重大な不適合、うん、で3はこれもねちょっと難しいんだけど、うんうん、重大な不適合ではないけど結構大きいミス、例えば階段がずれちゃったとか、はい、あ、なるほど、とか、はい、細かいミスが重なっちゃってるとか、うん、いっぱいあるとか、で2は惜しい、うん、みたいな感じなんだよ、うん、本当にねこれ分かんないんですよ、はいはい、なるほど、うん、で1だけ合格なんですよ、うん、いやーそうなんですね、意外とこう、うん、ブラックボックスなんですね、そうなんですよ、そこはね、うん、特に計画の要点とかは回答例も出されないんですよ、うんうん、なるほど、参考回答例みたいなものも出してこないので、うん、はいはい、結構ね難しいところではあります、うん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 、なるほど、ちなみにこの製図はどういう用途の建物とかを設計するの？それはあの学科試験のタイミングで発表されるんですね、うん、毎年、うんうん、で去年は図書館でした、うん、でその前の年はオフィスビルだった気がする、はいはい、で私が受けた時はスポーツ施設、うんうん、確かにいろいろですね、もうバラバラです、うん、まあ、共同住宅とかもちろんあるし、ホテルもあるし、うんうん、介護福祉施設とかもあるし、うんうん、ちょっとね毎年バラバラです、皆さん、じゃあこうお題が出るとそれの対策を政治試験までにしていく、うん、そうです、なるほど、ただね学科試験の合格発表って9月なんですよ、うん、はいはい、そう考えると1ヶ月しかないじゃないですか1ヶ月しかないですね、だからもう終わったタイミングで自己採点して、うんうん、大体90点、うん、まあ、取れた人は製図試験の勉強をとりあえずするっていう感じなんで、うんうんうん、そういった意味で言うと資格学校に行っとくことは大事ですね、うんうん、なるほど、資格学校だといっぱい受験生がいるじゃないですか、で大体受験生の出来って分かるんで、すぐ自己採点で、うんうん、でうわこれ91点になりそうとか87点まで下がりそうみたいなって、うんうん、すぐ出してくれるんですよ、うん、はいはいはい、たらじゃあ87点の人も製図の勉強を今から7月から始めるかみたいなことができるんで、うんうんうん、なるほど、そういったところで言うと、うん、資格学校に行っとくのは大きなメリットかと思いますね、うんうんうん、ということで、まあそういう試験なんですけど、まあ求められてることは結構明確で、製図試験でもそうなんですけど、建築基準法のこれ第1条に書かれてる建築基準法っていうものは国民の生命健康財産の保護を図るという最低基準なんだよっていうのを明記されてまして、なので法律を守るってことは国民の生命を脅かすことでもあるし、健康を害することでもあるし、構造的なところで言うと建物もね一応資産、まあ、財産にもなっているので、建物が壊れちゃうとかそういったものは一発アウトになってしまうというところで、建築基準法の目的というかっていうものを抑えながら試験を受けていく必要があるかなと思います。でこれは最後、まあおまけなんですけど、うんうん、さっきね一級建築士が一番上と言ったんですが、うん、建築士にはね上位資格がありまして、まず管理建築士と呼ばれるもので、私は一応管理建築士なんですけど、管理建築士っていうのは一級建築士事務所を開設する、まあ、自分で事務所を作るという時に必要になる資格です。これは一級建築士を持って3年執務経験を積む、で講習会を受けてテストを受けて受かればなれると、一級建築士みたいな難しい試験ではないんですけど、いう資格、これ多分合格率は分かんないけど 100% に近いと思います、うん、大体、うんうん、落ちる人はあまりいない、まあ、ちゃんとやれば大丈夫、うん、ですで、うん、次構造設計一級建築士、うん、これはねすごいよ、うん、この資格持ってたらすごいと思っていいと思います、うん、はい、名刺に書いてあったらちょっとすごいみたいな、うん、すごい、これは一級建築士になって5年の実務経験を得て構造に特化した試験を受けて合格するとなれる、でその下の設備設計一級建築士も一緒です、まあ、設備版ですね、でこの資格持ってるといたらすごい、うん、これを持ってるとこれができるようになるみたいなって何かあったりするんですか？大規模な建築になってくると、うんうん、あの設備設計一級建築士を持っている人じゃないとできないっていうのになってきます、うんうんうん、はいはい、うんうん、なるほど、なんで構造行きたいっていう人は目標にするのは一級建築士ではなくて、うん、構造一級建築士になってくると思うし、うんうん、設備の人は設備設計一級建築士になってくると思います、うん、ただ衣装やるっていう人は一級建築士が一番上、うん、で自分で独立したいってなったら管理建築士は取る必要があるという感じです。なるほど、ありがとうございます。そうですね、僕は受けたんですが取れなかった身なので、なんかまあ改めて一級建築士すごい資格だなというのを
思いましたね、うん、でもなんかこうとはいえちゃんとこう目の前のこととかやんなきゃ、やることをこうコツコツちゃんとやっていけば取れないものでもないのかなと、うん、取ってないのに何を言うんだって感じですけど、うん、取れると思いますよ。しっかりやっていけばいけるものなのかなって、うん、大変ではありますけど、うん、本気でね、うん、取ろうと思ったら、うん、もちろん勉強時間とかそういったものは必要になってくるんですけど、うん、それができれば、うん、取れる資格ではあると思います、うん、でもなんかそのなぜ資格を取らなきゃいけないのかとか自分のキャリア的にこれは必要なのかどうかみたいなのが、うん、でその上で漠然と取るよりは、ね、うん、自分のキャリアとして必要だなと思ったらやる気出るなと思うので、うん、そういう意味ではなんか今日話聞けて自分の将来像に対してやっぱり必要だなっていうふうに思うと思われる人が増えたらいいのかなと思った。本当にそう思います、うんうん、建築士っていうのは独占業務権なので業務をやる人のための資格になってます、うん、まあそれ以上でもそれ以下でもないと、うん、いうことを言いたい。一級建築士持ってるからすごいとか、うん、持ってないからダメとかそういったものは一切ありません、うん、一級建築士持ってるって人は、うん、そういう業務ができる人なんだなと。もちろんね勉強頑張ってすごいとかあるかもしれないですけど、うんうん、まあ学生はね一級建築士になりたいですっていう人多いんですけど自分の名前で設計できるっていうだけなので私としてはね一級建築士を目標にしてほしくないなというふうに思ってまして設計していきたいのか、まあ、構造なのか設備なのかはそれぞれかと思いますが、まあ、こういった仕事をしたいとかこういう建築を作りたいとかそのために大学生活を過ごしてほしいかなと思っています。そんなところでね今日は一級建築士とはみたいな動画を撮ってみたんですけどいかがだったでしょうか。もしねちょっと分かんなかったっていうことあればコメントもらえるとお答えできることはお答えできると思います。ただ受験資格とかねすごい複雑なところはぜひ自分で調べてみてください。そんな感じでね本日の動画は以上となります。この動画が良かったと思ってくれた方はぜひグッドボタンコメントチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。